サリー・クリステン・ライドはアメリカの女性宇宙飛行士である。1983年6月18日から24日に STS-7 スペースシャトルチャレンジャーで女性としては初のスペースシャトル乗組員に、そしてソ連のワレンチナ・テレシコワ、スベトラーナ・サビツカヤに次ぐ3人目の女性宇宙飛行士となった。ちなみにアメリカで訓練を受けた宇宙飛行士をアストロノーツと呼び、ロシア及び旧ソ連で訓練を受けた宇宙飛行士をコスモノートと呼ぶので、アストロノーツとしては初の女性宇宙飛行士となる。また、彼女より先に女性宇宙飛行士となった2人はロシア人のコスモノートなので、米国人女性としても初の宇宙飛行士となる。スタンフォード大学で物理学を学び、1983年の飛行の後も1984年10月に同じくチャレンジャーで2回目の宇宙飛行をしている。1986年のチャレンジャーの爆発事故後、事故調査委員会のメンバーになった。1987年、NASA を辞任し、スタンフォード大学を経て、カリフォルニア大学サンディエゴ校の教授を務めた。なお、小惑星のライドは、彼女にちなんで命名された。2012年7月23日、膵臓がんのため、カリフォルニア州サンディエゴ市の自宅で死去。61歳没。彼女の死を受けて、アメリカ大統領のバラク・オバマは、彼女のことを国民的英雄で力強いロールモデルと呼び、何世代にもわたって幼い女の子たちに宇宙の星へ近づくという夢を与えたと称えた。また、オバマ大統領は2013年には彼女に対して文民に贈られる米国最高位の勲章である大統領自由勲章を授与している。2018年5月23日にはアメリカ合衆国郵便公社より切手が発売された。サリーは1982年に同じく宇宙飛行士のスティーブン・ホーリーと結婚し、1987年に離婚した。彼女の死後、ライドの同性パートナーであり、教育者のタム・オショーネシーにより、彼女が同性愛者であることが公表された。サリーとタムは12歳からの幼馴染で、サリーの死まで共に連れ添ったが、サリーは生前、自身が同性愛者であることを公表しなかった。ありがとうございます。